ちゃったよ。私の気持ち伝わった？うん。私、勇気のこと絶対忘れたくない。だって迷惑なんてことこれっぽっちもないもん。嫌な思いなんてしてない。勇気たちと出会えて、勇気たちの手伝いができてすごく嬉しいよ。アスナ。勇気、君はアスナを幸せにすることは俺にしかできないと言った。でも俺は違うと思う。アスナが本当の意味でゲームを楽しむことができたのは君たちのおかげでもあるんだ。ありがとう、ユキ。キリト、僕、この世界に来られて二人と出会えて本当に嬉しい。今の言葉だけで十分だよ。これでもう何もかも満足だよ。まだしてないこといっぱいあるでしょ。スバルト・アールブヘイムにだって行ってない場所はまだあるだろうし、それに私は勇気ともっとたくさん思い出を作りたいの。でも僕は。リーダー！あ、みんな。リーダー、どこ行ってたんだよ。連絡取れないから心配してたんだぞ。まったく、リーダーは世話が焼けるね。やっぱり私たちがいなきゃダメみたいだな。ちょ、マリさん、なんで泣いてるんですか。嬉し泣きなんてするんだな。うるさい。勇気、また会えてよかった。私たちはリーダーがいないとダメみたいです。みんな心配かけてごめんね。僕、自分がこの世界に存在する意味ってなんだろうってずっと考えてたんだ。自分は何も与えられないのにたくさんの人に迷惑かけて、それなのに僕の周りにはこんなに素敵な人たちがいて本当に幸せだな。みんなのおかげでようやく分かったよ。生きる意味なんてなくても生きてていいんだね。アスナとキリトにお願いがあるんだ。僕と友達になって。何言ってるの。私たちはもう友達じゃない。あ、本当よかった。そうだ、僕アスナに渡したいものがあったんだ。ちょっと待ってて。勇気、何をするつもりなんだ。やっ！できた。今の11連撃、それは。うん、受け取って。僕の OSS 本当にいいの？うん、僕たちをつなぐ絆の証、存分に使ってあげて。ありがとう、勇気。大切にするね。うん、ありがとう。
さて、勇気も帰ってきたことだし、延期してた打ち上げやろうよ。ああ、そうだった。今回はリーダーの ALO 復帰祝いも兼ねて、さらに盛大にやらなきゃな。エギルの店でやるか。それなら人もたくさん入るし。いいね、そうしよう。エギルって？ボス攻略の時に助けに来てくれたノームのでかいやつだよ。ノーム同士気が合うかもしれませんね。あの時の報酬も手つかずですし、パーッと使っちゃいましょうか。だな、金なんてまた集めればいいんだしさ。よーし、それじゃあこれからみんなで買い出しに行くか。おお。幸せだな。ユキ、行こう。来たわね、キリト。ん？何かあったのか？実はね、エンシェントリング作成のクエストを発見したのよ。エンシェントリング、レプラコーンだけが作り出せる伝説の指輪のことだっけ？そう、プレイヤーメイドの最高級品よ。今まで存在だけが示唆されていたけど、誰も手に入れたことがない幻の装備品。その素材を集めるクエストがここスバルト・アルブヘイムにあることが分かったの。なるほど、レプラコン向けのクエストなんだな。エンシェントリングを作るにはレア素材と相当な鍛冶スキルの熟練度が要求されるの。名匠と呼ばれるようなレプラコーンにしか作ることができない一級品だから、私挑戦してみたいと思ってるのよ。でもそのクエスト自体一筋縄ではいかないらしくて。というわけで、キリトも一緒にクエストを付き合ってくれない？ああ、もちろんいいよ。本当？ありがとう、助かるわ。難関クエストって聞いたら黙ってられないよ。やる気になってくれてよかったわ。それでクエストの詳細は？アルフの羽とアルフの水晶、この2つの素材を手に入れればいいらしいわ。アルフ、伝説の高位種族だな。ええ、詳しいことはクエスト専用の NPC が語ってくれるはずよ。あれがその NPC か？そうみたいね。まずこのクエストではアルフの羽が手に入るはずよ。おじいさん。ああ、若者たちよ、話を聞いてくれるかね。はいはい、何かあったんですか？
この洞窟はな、かつてアルフの住処だったのじゃ。しかしある時邪神の一味に侵略され、アルフたちは殺されてしまった。邪神？アルフを殺した魔物がこの洞窟の奥に住み着いておる。わしでは到底手に負えん。旅のお方、この洞窟を以前のような安全な場所に戻してくれんかね。最終クエストって聞いてたけど、モンスターを倒さなきゃ手に入れられないってことかしら。そうみたいだな。とりあえずオーケーするぞ。わかりました。俺たちがその魔物を倒しましょう。本当か、若者たちよ、ありがとう。しかし気をつけなされ。魔物は凶暴ゆえ、すでに何人もの若者が奴の餌食になっておる。餌食にって食い殺されたのかしら。そういう設定なんだろう。まあ強いことには変わりないだろうけどな。このまま魔物を放っておいたら、洞窟から外へ飛び出してこの世の万物が全て滅びるであろう。世界の行方はそなたらにかかっているのじゃ。なんかものすごく壮大なストーリーになってきたけど、まあいいわ、任せて。そなたらの武運を祈っておるぞ。会話が終了したみたいだな。クエストも起動されたぞ。ようやくこれでスタートってことね。リズ、すごく楽しそうだな。当たり前よ、普通のクエストとはわけが違うんだから。さっさと洞窟の奥に進むわよ。